ちいい。私、夜の空気って好き。そうですね。ここら辺は環境保全地域ですから、緑も多いんですよ。ごめんね。せっかくの明日のディナーの予定、こんな形で代用させちゃって。いや、とんでもない。僕としては場所なんてどこでもよかったんですよ。むしろこういったシチュエーションの方が大切だったり。え、シチュエーション？いや、なんでもないです。こっちの話です。アジ！すみません。よかった。もうちょっとで豪華なディナーが台無しになるところだったわね。豪華って、これただのプロシュートですよ。もう、思い一つで世界の色は変わるのよ。軽食だって立派なディナーになるんだから。前にもこんなこと言ったかなって。ケビン先輩もね、こういう風に食事するの好きだったから。ケビンさんとそのよく食事されてたんですか？うん、私新人だったから、いつもおごられてばかりだったけどね。そうですか。